今回は渋野日向子について解説するぜ。よろしくお願いするわ。渋野日向子って、最近調子悪いよな。そうね。前はもっと活躍してたのに、最近は、予選落ちが多いみたいね。原因はいろいろ考えられるけど、一番大きいのは、周りの期待とプレッシャーだな。プレッシャー？そう、彼女は国民的アイドルみたいなもんだぜ。みんなが注目してるから、プレッシャーも半端ないんだ。なるほど。でも、彼女は強いから、きっと乗り越えるわよね。そう簡単じゃないんだよな。プレッシャーってのは、目に見えない敵みたいなもんだ。目に見えない敵？例えば、彼女がミスをすると、みんながガッカリするよな。そうね。だから、ミスをすることを恐れて、本来の力を発揮できないこともあるんだ。それは辛いわね。それに、彼女にはもう一つ問題があるんだ。問題？周りの期待に応えようとしすぎて、本来の自分を見失ってるんだ。本来の自分？彼女がゴルフを始めたきっかけは、純粋にゴルフが楽しかったからだろ？そうね。でも、今は周りの期待に応えようとして、本来の楽しさを忘れてるんだ。それは悲しいわね。だから、彼女は今の状況を打破するために、本来の自分を取り戻す必要があるんだ。どうすればいいのかな？周りの期待に振り回されずに、自分らしくゴルフを楽しむことだ。そうね。彼女には、周りの期待に惑わされない強い心が必要なんだ。強い心？それを手に入れるためには、自分自身と向き合う必要があるんだ。自分自身と向き合う？例えば、昔の自分の動画を見返したり、好きなゴルフコースを思い出したりするといい。なるほど。そして、周りの期待ではなく、自分の目標に向かって努力することが大切なんだ。そうね。彼女は強いから、きっと乗り越えるわ。そうよね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は渋子のパットについて解説するぜ。よろしくお願いするわ。渋子のパットは、本当にすごいんだぜ。あのミラクルパット、どうやって決めてるのか、気になってる人も多いんじゃないかな。そうよね。あのパットは本当にすごかったわ。私も、どうやって、あの難しいパットを決めたのか、すごく気になってたわ。渋子のミラクルパットの秘密は、実はイメージ力にあるんだぜ。イメージ力？そう、渋子は、パットを打つ前に、ボールがカップに吸い込まれるイメージを、ものすごく強く持っているんだぜ。だから、実際にパットを打つときには、もうカップインしているイメージしかないんだ。だから、どんな難しいパットでも、冷静に打てるんだぜ。カップインしているイメージ？そう、イメージを強く持つことで、まるで実際にカップインしているような感覚になれるんだ。だから、パットの途中で不安を感じたり、焦ったりすることもないんだぜ。だから、どんな難しいパットでも、冷静に打てるんだぜ。イメージって、すごい力があるのね。そう、イメージは、人間の潜在能力を引き出す力があるんだ。渋子の場合は、イメージ力によって、パットの精度を高めているんだぜ。なるほど、イメージ力って、すごく重要なのね。そうだな。イメージ力があれば、どんな難しいことでも、達成できる可能性があるんだよな。イメージ力って、どうやって鍛えるの？イメージ力を鍛えるには、まず、自分が達成したい目標を明確にすることが重要なんだ。そして、その目標を達成した自分を、できるだけ具体的にイメージすることだぜ。目標を明確にすること、具体的にイメージすること。例えば、渋子の場合は、カップインするという目標を明確に持ち、カップインした自分をイメージしているんだぜ。イメージって、難しいわね。イメージ力は、すぐに身につくものではない。だから、毎日コツコツと練習することが重要なんだぜ。イメージトレーニングを繰り返すことで、徐々にイメージ力が強くなっていくんだ。毎日練習。渋子は、練習中も、常にカップインしているイメージを強く持っているんだぜ。だから、練習の成果が、試合で発揮されるんだぜ。渋子は、本当に努力家なのね。そうだな。努力は、必ず報われるんだよな。私も、渋子みたいに、イメージ力をつけて、ゴルフを上手くなりたいわ。そうだな、イメージ力があれば、
どんな夢も叶えることができるぜ。ありがとう、マリさん。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は渋野日向子について解説するぜ。よろしくお願いするわ。渋野日向子って、あのメジャーチャンピオンの渋野日向子だよな。ええ、あの笑顔が印象的なプロゴルファーよね。実は、彼女には知られていない秘密があるんだぜ。秘密？まさか、とか？いや、じゃないぜ。もっと深い話だ。深い話？どういうこと？渋野日向子は、実は、ゴルフの天才なんだぜ。天才？確かに上手いけど、天才ってレベル。そう、天才なんだぜ。彼女は生まれながらにして、ゴルフの才能を持っていたんだ。生まれながらに？どういうこと？彼女は、幼い頃からゴルフの才能を開花させていたんだぜ。幼い頃から？具体的に、どんな才能があったの？彼女は、幼い頃から、周りの大人を驚かせるようなショットを打っていたんだぜ。周りの大人を驚かせるような？例えば、ボールをまっすぐに飛ばすことや、グリーンに正確にボールを乗せることなど、普通の人にはできないようなことを、彼女は幼い頃からできていたんだ。すごいわね。でも、それって努力の賜物じゃないの？確かに努力も大切だが、彼女は生まれながらに才能を持っていたんだぜ。生まれながらに才能？そう、彼女は、特別な才能を持っていたんだぜ。特別な才能？例えば、彼女は、ボールの軌道や距離を正確に予測することができるんだぜ。予測？そう、彼女は、ボールを打つ前に、ボールがどこに飛んでいくのか、正確に予測することができるんだ。そんなことができるの？それができるんだぜ。彼女は、まるで、ボールの動きを読めるみたいに、正確にボールの軌道を予測することができるんだ。すごいわね。しかも、彼女は、ゴルフに対する情熱が並外れて強いんだぜ。情熱？彼女は、ゴルフが好きで好きで、いつも練習していたんだぜ。いつも練習？そう、彼女は、ゴルフが大好きで、いつも練習していたんだ。それだけ好きだったの？そう、彼女は、ゴルフが大好きで、いつも練習していたんだ。やっぱりすごいわね。彼女が天才であることは、多くのプロからも認められているんだぜ。プロからも？そう、多くのプロからも、彼女は天才だと認められているんだ。すごいわね。彼女は、これからも、ゴルフ界を盛り上げていくこと間違いなしだぜ。楽しみね。解説はここまでだぜ。ご視聴、ありがとうございました。今回は渋野日向子が最近調子悪いって話について解説するぜ。よろしくお願いするわ。最近、渋野日向子、なんか調子悪いよな。以前みたいにスコアが伸びないみたいで、ファンも心配してるみたいだぜ。そうよね。以前はトップ争いも多かったのに、最近は予選落ちも目立つし、一体何が原因なの？原因はいくつか考えられるけど、一番大きいのは、やっぱりスイングのフォームが崩れてるからだな。スイングのフォーム？うん。以前は力強く、でも繊細なスイングで、あの独特な弾道を生み出していたんだけど、最近は力みが強くなってるみたいなんだぜ。力みが強くなってる？そうだぜ。力みが強くなると、どうしてもスイングが安定しなくなるんだ。特に、ドライバーショットなんかは、以前は力強く正確に打ててたのに、最近はミスショットが目立つよな。確かに、以前はドライバーショットが武器だったのに、最近は、ちょっと不安定になってるように感じるわ。それに、最近の渋野日向子、なんか自信なさそうに見えんだよな。以前は、どんな状況でも、常に笑顔で、強いメンタルで戦ってたんだけど、最近は、少し表情が硬い感じもするし、プレッシャーを感じてるのかもしれない。そうね。以前のあの笑顔は、どこへ行ったんだろう？もう一つ、最近注目されてる西村優菜って選手がいるよな。うん。最近、よく名前を聞くようになったわ。この西村優菜、実は、最近、渋野日向子よりも注目を集めてるんだぜ。え、そうなの？うん。西村優菜は、渋野日向子と同じように、若くて、パワフルな選手なんだ。それに、西村優菜は、メンタルが強いのも特徴なんだぜ。メンタルが強い？うん。西村優菜は、プレッシャーの中でも、いつも笑顔で、落ち着いてプレーしてるんだ。それに、どんな状況でも、諦めずに、
最後まで戦い抜く強い意志を持っているんだよな。すごいわね。渋野日向子も、あの強さを持ち合わせてたのに。西村優菜は、まさに次世代のスターと言える存在だ。最近、成績も安定してて、ランキングも上昇中なんだぜ。なるほど。西村優菜が注目されてる理由はわかったわ。渋野日向子は、スイングのフォームを修正して、以前のような力強さと繊細さを取り戻す必要があるだろうな。それと、自信を取り戻すことが重要だな。そうね。以前のように笑顔で、堂々とプレーしてる渋野日向子を見たいわ。自信を持って、自分の力を信じて、戦ってほしいぜ。頑張ってほしいわね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は渋野日向子について解説するぜ。よろしくお願いするわ。渋野日向子って、すごいよね。あの笑顔とパワフルなプレイは、多くの人を魅了したんだぜ。本当にそうよね。あの笑顔を見ていると、元気がもらえるわ。でも、最近、不調が続いているみたいだな。そうなのね。以前のような勢いがないのが、ちょっと心配だわ。実は、渋野日向子は、早熟な選手だと言われるんだぜ。才能が開花するのが早く、短期間でトップに駆け上がったんだ。早熟って、どういうことなの？簡単に言うと、才能が早く開花する代わりに、ピークも早いってことだ。まるで、花火みたいに、一瞬だけ輝いて、すぐに消えてしまうようなものなんだぜ。なるほど、そういうことね。でも、渋野日向子の場合、まだ若いのに、どうして？それは、彼女が持ち合わせていた才能が、あまりにも突出していたからなんだぜ。才能が大きければ大きいほど、燃え尽きるのも早いんだよ。それは、ちょっと悲しいわね。それに、近年では、プレッシャーやメディアの注目なども、選手に大きな影響を与えているんだぜ。なるほど、プレッシャーも大きいのかしら。それに、ゴルフは体力勝負でもあるんだぜ。年齢を重ねるにつれて、体力の維持が難しくなることもあるんだ。確かに、体力は重要よね。だから、早熟な選手は、どうしても短命になりがちなんだぜ。そうなのね。でも、渋野日向子は、まだ若いのに、引退するわけじゃないわよね。それは、まだわからないぜ。ただ、彼女は、まだ若いし、才能もあるから、これからどうなるかは、まだわからないんだ。そうか、まだ希望はあるわね。彼女がこれからどうなっていくのか、注目していきたいものだな。私も、今後の活躍を期待しているわ。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は渋野日向子のミラクルパットの真相について解説するぜ。よろしくお願いするわ。まず、渋野日向子は今回の全米女子オープンで、苦しいスタートだったよな。そうね。4オーバー発進だったみたいだけど、そこから挽回して優勝したってすごいわ。まさにミラクルパット、あのパットがなければ優勝はなかったぜ。あのパットは本当にすごかったわよね。でも、あのパットだけじゃなく、渋野日向子はスイングを改造してたんだぜ。スイング改造？そう、実は、渋野日向子は以前からスイングに悩んでいたんだ。どういうこと？以前は、スイングの軌道が安定せず、ショットがばらつきがちだったんだ。なるほど。そこで、渋野日向子はスイング改造を決意したんだぜ。誰に教わったの？渋野日向子は、スイング改造にあたり、新しいコーチをつけたんだ。新しいコーチ。新しいコーチは、渋野日向子のスイングの課題を理解していて、的確な指導をしてくれたんだ。どんな指導を受けたの？新しいコーチは、渋野日向子のスイングの基礎を見直したんだ。基礎を見直すってどういうこと？例えば、グリップの握り方やスタンスの幅、体の軸の作り方などを徹底的に指導したんだぜ。なるほど。さらに、新しいコーチは、渋野日向子のスイングに合った練習方法を開発したんだ。どんな練習方法？新しいコーチは、渋野日向子が自分のスイングを理解できるように、様々な練習方法を考案したんだぜ。そうなんだ。その結果、渋野日向子のスイングは劇的に改善したんだ。すごいわね。渋野日向子のスイング改造は、今回の全米女子オープンでの優勝に大きく貢献したと言えるだろうな。本当にすごいわ。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は渋野日向子について解説するぜ。
よろしくお願いするわ。渋野日向子って、2023年の全英女子オープンで優勝した時、めちゃくちゃ話題になったよな。そうね。あの時、日本中が沸き立ったわよね。あれから、なかなか優勝できてないんだけど、なんでだと思う？それは、私も気になってるのよね。何か理由があるのかしら？いくつか理由があるんだけど、一番大きいのは、周りの期待が大きすぎるってことだと思うぜ。期待が大きすぎる。そう、優勝したことで、みんな彼女にすごい期待をしちゃって、プレッシャーがかかってるんだ。なるほど。確かに、周りの期待が大きければ、プレッシャーも大きくなるわよね。それに、周りの期待に応えようと、彼女は質に練習して、自分を追い込みすぎてるんだよな。自分を追い込みすぎてる。そう、精神的にも肉体的にも、限界を超えて頑張ってるみたいなんだ。それは、大変ね。周りの期待に応えようとして、自分を追い込みすぎてしまうのは、良くないわよね。それに、彼女は完璧主義者なんだよ。完璧主義者？そう、ミスを恐れて、いつも完璧なプレーをしようと努力してるんだ。完璧主義者は、ミスを恐れて、自分を追い込みがちだものね。でも、完璧主義者は、逆にミスをしてしまうリスクも高いんだよな。それはどういうこと？完璧主義者は、ミスを恐れて、普段通りのプレーができなくなって、逆にミスをしてしまうことがあるんだ。なるほど。緊張して、本来の実力を発揮できないってことね。あと、彼女、怪我も多いんだよな。怪我が多い？そう、特に腰の怪我が多いみたいだ。腰の怪我は、ゴルフの選手にとっては大問題よね。そう、腰の怪我は、スイングに影響が出やすいし、なかなか治らないんだ。それは、大変ね。怪我からなかなか回復できないのは、辛いわよね。それに、彼女はメンタル面も強いとは言えないんだよな。メンタル面？そう、彼女は、プレッシャーに弱く、試合で緊張してしまうんだ。緊張しちゃうのは、仕方ないわよね。みんな経験することだし。でも、彼女は、緊張して本来の実力を発揮できないことが多いんだ。それはもったいないわね。本来の実力を発揮できないのは、すごく残念よね。だから、彼女は、今の状態から抜け出すために、メンタル強化に取り組んでるみたいだ。メンタル強化？そう、メンタルコーチと相談したり、瞑想したりしてるみたいだ。メンタルを強化して、周りの期待やプレッシャーに負けないように頑張ってるのね。でも、メンタル強化は、すぐに効果が出るものではないんだよな。そうね。時間をかけて、じっくり取り組む必要があるわよね。彼女は、これから、少しずつでも、自分のペースで、成長していってくれることを願ってるぜ。私も応援してるわ。解説はここまでだぜ。ご視聴、ありがとうございました。今回は渋野日向子について解説するぜ。よろしくお願いするわ。渋野日向子って、知ってるよな？もちろんよ。あの笑顔が印象的なプロゴルファーよね。そうだな。あの笑顔、魅力的だぜ。でも、それだけじゃないんだぜ。どういうこと？実は、渋野日向子には衝撃的な過去があるんだぜ。衝撃的な過去？それはどういうことなの？渋野日向子は、かつてはプロゴルファーになることを諦めていたんだぜ。まさか。そうなんだぜ。彼女は、中学時代はゴルフ部に入っていたんだけど、なかなか成績が伸びなかったんだ。そうだったのね。そして、彼女は中学3年でゴルフ部を辞めてしまったんだぜ。部活を辞めちゃったのね。その後、彼女は高校は普通科に進学して、大学は経済学部に入学したんだぜ。ゴルフ部を辞めて、普通の道を歩むことを選んだのね。そうだな。でも、彼女は大学でゴルフ部に入部したんだぜ。大学でゴルフ部に入部したの？そうなんだぜ。大学でゴルフ部に入部して、そこからプロを目指すことを決意したんだぜ。大学でゴルフ部に入って、プロを目指し始めたのね。そして、彼女は大学卒業後にプロゴルファーに転向したんだぜ。すごいわね。諦めずにプロを目指し続けたのね。そうだな。彼女の努力は本当に素晴らしいと思うぜ。努力してプロになったのね。彼女はプロ転向後、すぐに結果を出したんだぜ。すごいわね。彼女は2023年のアイグ全英女子オープンで優勝したんだぜ。あの有名な大会で優勝したのね。そうなんだぜ。
彼女は日本人女子として42年ぶりのメジャー大会優勝を果たしたんだぜ。歴史に残る快挙ね。彼女はその後も活躍を続けているんだぜ。これからも活躍してくれるわね。そうだな。彼女はこれからも活躍してくれると思うぜ。応援してるわ。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は渋野日向子について解説するぜ。よろしくお願いするわ。最近渋子なんか調子悪いよな。そうよね。以前みたいにバッとしないわね。そうなんだよな。2023年派正直苦しんでるみたいだぜ。なんでそうなの？いろいろあるんだけど、まずスイングの乱れだな。スイングの乱れ？うん。以前はあの力強いスイングが持ち味だったんだけど、最近は安定感がないんだ。それはどういうこと？以前は力強く正確にボールを打ててたけど、最近は力みすぎてるのかミスショットが多いんだ。なるほどね。それにメンタル面もちょっと不安定らしいぜ。メンタル面？うん。以前はどんな状況でも落ち着いてプレイしてたけど、最近はプレッシャーに弱くなってるみたいなんだ。それは一体なぜなの？理由はいろいろ考えられるんだけど、一つには周りの期待が大きくなったことだろうな。期待？うん。渋子はあのブレイク以降国民的な人気者になったからな。それに伴って期待も大きくなったんだよ。確かに渋子は国民的な人気者よね。その期待に応えようとしてプレッシャーを感じてるんじゃないかな。なるほどね。それに最近はメディア露出も増えてプライベートな時間も減ってるみたいなんだ。メディア露出？うん。テレビ番組や雑誌の取材、イベント出演、広告撮影、いろいろ忙しいみたいなんだ。プライベートな時間が減るとやっぱり精神的に影響するのかしら？そうだと思うぜ。プライベートな時間を確保して心を休ませることも大切なんだ。そうよね。それに最近はスランプに陥っているって話も聞くぜ。スランプ？うん。ゴルフのスランプは誰にでもあることだけど、渋子の場合はスイングの乱れやメンタル面が影響してるのかもな。スランプって結構辛いのよね。うん。スランプから抜け出すには時間と努力が必要なんだ。大変ね。でも渋子は強い選手だからきっと乗り越えられると思うぜ。そうよね。渋子ならきっと大丈夫よ。そうだぜ。渋子頑張って。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は渋野日向子の復活について解説するぜ。よろしくお願いするわ。渋野日向子最近調子悪いよな。そうね。以前みたいに勢いがないわね。あの爆発的な人気っぷりから一転ちょっと苦しんでるみたいだな。確かに最近は良いニュースをあまり聞かないわね。実はこの復活劇にはスイング改造という裏事情があるんだぜ。スイング改造？そう、一度卒業した青木翔コーチに再び指示したんだぜ。青木翔コーチ？あの渋野日向子の黄金期を支えたコーチだぜ。そうだったのね。コーチとの再会は渋野日向子の復活への重要な鍵を握ってるんだぜ。どういうことなの？青木翔コーチは渋野日向子のスイングに新たな変化を加えたんだぜ。具体的にどんな変化なの？従来の力強いスイングからより繊細で安定感のあるスイングに進化させたんだぜ。繊細で安定感のあるスイング？つまり以前よりも正確にボールをコントロールできるようになったんだぜ。なるほど。これが渋野日向子の復活を期すための秘密兵器なんだぜ。スイング改造で復活できるなんてすごいわね。ただスイング改造は容易なことじゃないんだぜ。そうなの？長年培ってきたスイングを根本から変えるのは並大抵の努力じゃできないんだぜ。大変だったのね。渋野日向子はその困難を乗り越えて復活を目指してるんだぜ。すごいわね。青木翔コーチとの再会、そしてスイング改造は渋野日向子の新たなショーの始まりを告げてるんだぜ。今後の活躍が楽しみね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は渋野日向子について解説するぜ。よろしくお願いするわ。渋野日向子って
あの笑顔が印象的だけど、実は裏では苦労してるんだぜ。そうなのね。意外ね。そうなんだよ。最近、なんか元気ないって話も聞くし、本人も苦しんでるみたいだ。それは、一体、何が原因なの？いろいろあるみたいだけど、一番はプレッシャーかな。あの笑顔の裏には、想像を絶するプレッシャーがあるみたいだぜ。プレッシャーって、具体的にどんなこと？例えば、周りの期待とか、メディアの注目とか、ファンからの熱い視線とか、いろいろなものが重なり合って、相当なプレッシャーになってるみたいだな。確かに、あの笑顔はすごく明るいけど、裏では、こんなに大変な思いをしてるなんて、想像もつかなかったわ。さらに、最近は成績も安定してないみたいだし、そのせいでさらにプレッシャーを感じてるみたいだよな。成績が安定しないって、どういうこと？以前は安定して好成績を残していたんだけど、最近はなかなか結果が出なくて、本人も悩んでるみたいだ。それは、プレッシャーが原因なの？プレッシャーもあるだろうけど、他にも原因はあると思うぜ。例えば、練習方法とか、メンタル面とか、いろいろな要因が考えられるな。練習方法って、具体的にどういうこと？以前は、すごくストイックに練習してたみたいだけど、最近は少し余裕を持って練習するようになったみたいだ。結果的に、それが今の成績につながってるみたいだな。余裕を持つって、どういうこと？以前は、練習に集中しすぎて、周りが見えてなかったみたいだけど、最近は周りにも気を配りながら練習するようになったみたいだな。周りの気を配るって、どういう意味？例えば、家族や友達との時間を作るようになったとか、好きなことをする時間を確保するようになったとか、そういうことかな。なるほど、確かに、周りの気を配ることは大切よね。そうだな。周りのことを考えて、自分自身のことを大切にする、それが今の渋野日向子には必要なのかもしれないな。そうよね。でも、周りとのバランスって、難しいものよね。確かに難しい。でも、渋野日向子ならきっと乗り越えることができるさ。だって、あの笑顔は本物なんだぜ。そうよね。あの笑顔は、本当に魅力的よね。そうだろう？あの笑顔を見てるだけで元気になれるよな。そうよね。これからも頑張ってほしいわ。そうだぜ。これからも渋野日向子の活躍に期待しようぜ。うん、私も応援してるわ。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。